は避けられません。ってことは正面から堂々と行けってことだ。始めようか。なんか前にもこのメンバーで似たようなことがあったな。血が騒ぎますね。生きてるって感じがしますよ。東さん、どんだけカムロ町で退屈してたの。行くぞ。おいよ。Yeah!